ちもお話しありました久しぶりの誕生日が昨日でしたね、はい、でそれを記念してのパレードが明日ございます、それについての説明を岡真理子さんの方からよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。これはさっき袋の中に1枚ずつ入れさせていただきました。今日は私明日のパレード の案内をさせていただく3分をいただきまして本当にありがとうございます。桂木会長それから堀口君たちありがとうございます。今おっしゃったように昨日が誕生日で18歳の成年皇族になられたわけですよね。で昨日たまたま朝NHK の7時のニュースを見ていましたらば珍しく NHK がトップニュースで成年皇族になられました悠仁親王殿下って珍しいなと思ってさすがにこれはやっぱり取り上げざるを得なかったのかなと。今までお誕生日のことってあんまりやってなかったと思うんですよ。愛子さまはいつもなさってらっしゃるみたいなんですけれども悠仁親王殿下のお誕生日実はあんまり知られてなくって9月の6日だってことほとんどの方が知らないんじゃないかなと思うんですけれども私昨日その成年皇族に、ね、なられたというニュースを聞いてすごくよく無事にね成年皇族になられましたねってすごくねなんか嬉しかったです。なぜかというとやっぱり5年前にですねまだ悠仁さまが中学生の時に中学校の校内に暴漢が侵入したっていう事件あったじゃないですか。皆さん覚えていらっしゃると思います。あの時はまだお茶の水女子大学 の附属中学校の多分2年生だったんじゃないかなと思うんですよね。そしてその校門のところに来た、なんかヘルメットをかぶった男が校門のところでは水道工事に来たものですって言ってでそのまま校内に入ってなぜか悠仁さまの教室を知っていてそしてなぜかそのどこの座席に座ってるかも知っていてでそこに2本のナイフをね悠仁さまの席と隣の子どもの席の間に2本のナイフをなんかこう柄をガムテープみたいなもので結んでその置いてそして立ち去ったという事件があったんですよね。でその時たまたま体育の授業だったんです。だから生徒は誰もそれを見てないんですよね。しかし私がすごく不思議だと思ったのはなぜその教室を知っているのかなぜ座席を知っているのかということがすごく不思議だしそしてその後全く容疑者 の追跡もない誰がやったのかもわからないんですよね。全くの発表は警察の方からもないわけです。一体どういう人物だったのか何人だったのかは全くわからないんですよ。でこれはやっぱり明らかにおかしいじゃないですか。皆さんそもそも校門のところでねなぜスラッと入れるのかっていうふうに思うじゃないですか。でそういうふうに考えるとすごくやっぱり不安ですよ。その後もね秋篠宮家に関しては内定拘束じゃないということで警備があまり熱くならないんですよね。手薄なんですね。でこれはやっぱりものすごく怖いことですし、そういうことを防ぐためにもですねやっぱり国民が支持をしているんだということを何か形にしてね表すことが大事なんじゃないかなと思うんですね。ディープステートとかグローバリストから見るとこの男系男子の万世一系というものほどね疎ましいことは多分ないだろうと思います。世界のどこにもないね日本にしかない固有の文化こういうのってものすごくやっぱりグローバリストにしてみれば邪魔なわけですよね。要するに世界を平たくして全てをお金と物の世界にしたいというねそういう人たちから見れば皇室などというものが本当に邪魔だと思います。だから今週刊誌を中心に秋篠宮家に対する誹謗中傷が行われておりますけれどもこれもやっぱり国民をね2つに愛子様派と悠仁さま派にね分けて分裂させてね結局はじゃあ皇室なんていらないよねっていう話に持っていかれるんではないのかなとそれを危惧しております。皆様も多分危惧していらっしゃると思います。ささやかな活動ですけれども明日この紙に書いてありますように神宮通り公園というところこのすぐ近くなんですよね渋谷の
でそこで一時集合でございます。でまたそこで解散ということで、まあ、明日はこの表参道の通りをね1時間ぐらいパレードをして、ここにいる外国人に対してもね私たち の未来の天皇陛下のお誕生日をねアピールしていきたいと思いますので、まあ、今日の明日なので皆さんお忙しいからちょっと無理かもしれませんけど、もしご都合のつく方は一緒にパレードに参加していただければありがたいと思います。今日は本当に葛城会長ありがとうございました。はい、続きまして、ただいまより事務連絡をさせていただきます。高等を守る会の市長の堀口文明より皆様に連絡を申し上げます。物販の買いたい方、終わった後も時間ありますから大丈夫ですから安心してください。ではですね、事務連絡の最初にですね、先ほど桂川長のお話ありました悠仁親王の誕生日が昨日でしたね、はい、それを記念してのパレードが明日ございます。それについての説明を岡真理子さんの方からよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。これはさっき袋の中に1枚ずつ入れさせていただきました。今日は私明日のパレードの案内をさせていただく3分の時間をいただきまして本当にありがとうございます。桂木会長、それから堀口君たちありがとうございます。まあ、今おっしゃったように昨日が誕生日で18歳の成年皇族になられたわけですよね。で昨日たまたま朝NHK の7時のニュースを見ていましたらば、珍しく NHK がトップニュースで成年皇族になられました、悠仁親王殿下って珍しいなと思って、まあ、さすがにこれはやっぱり取り上げざるを得なかったのかなと。今までお誕生日のことってあんまりやってなかったと思うんですよ。愛子さまはいつもなさってらっしゃるみたいなんですけれども、悠仁親王殿下のお誕生日実はあんまり知られてなくって、9月の6日だってことほとんどの方が知らないんじゃないかなと思うんですけれども、私昨日その成年皇族に、ね、なられたというニュースを聞いてすごくよく無事にね成年皇族になられましたねってすごくねなんか嬉しかったです。なぜかというとやっぱり5年前にですね、まだ悠仁さまが中学生の時に中学校の校内に暴漢が侵入したっていう事件あったじゃないですか。皆さん覚えていらっしゃると思います。あの時はまだお茶の水女子大学 の付属中学校の多分2年生だったんじゃないかなと思うんですよね。そしてその校門のところに来た、まあ、なんかヘルメットをかぶった男が校門のところでは水道工事に来たものですって言って、でそのまま校内に入って、なぜか悠仁さまの教室を知っていて、そしてなぜかそのどこの座席に座ってるかも知っていて、でそこに2本のナイフをね、悠仁さまの席と隣の子供の席の間に2本のナイフをなんかこう絵をゴムテープみたいなもので結んで置いて、そしてまあ立ち去ったという事件があったんですよね。でその時たまたま体育の授業だったんです。だから生徒は誰もそれを見てないんですよね。しかし私がすごく不思議だと思ったのは、なぜその教室を知っているのか、なぜ座席を知っているのかということがすごく不思議だし、そしてその後全く容疑者の追跡もない、誰がやったのかもわからないんですよね。全くの発表は警察の方からもないわけです。一体どういう人物だったのか、何人だったのかは全くわからないんですよ。でこれはやっぱり明らかにおかしいじゃないですか。皆さん、そもそも校門のところでね、なぜスラッと入れるのかっていうふうに思うじゃないですか。でそういうふうに考えるとすごくやっぱり不安ですよ。その後もね、秋篠宮家に関しては内定拘束じゃないということで警備があまり熱くならないんですよね。手薄なんですね。でこれはやっぱりものすごく怖いことですし、まあ、そういうことを防ぐためにもですね、やっぱり国民が支持をしているんだということを何か形にしてね表すことが大事なんじゃないかなと思うんですね。
まあ、ディープステートとかあのグローバリストから見るとこの男系男子の万世一系というものほどね、あの疎ましいことは多分ないだろうと思います。まあ、世界のどこにもないね、日本にしかない固有の文化、こういうのってものすごくやっぱりグローバリストにしてみればあの邪魔なわけですよね。要するにまあ世界を平たくして全てをお金と物の世界にしたいというね、そういう人たちから見れば皇室などというものが本当に邪魔だと思います。だから今あの週刊誌を中心に秋篠宮家に対する誹謗中傷が行われておりますけれども、これもやっぱり国民をね、あの2つに愛子様派とあの悠仁さま派にね分けてあの分裂させてね、あの結局はじゃあ皇室なんていらないよねっていう話に持っていかれるんではないのかなと、あのそれを危惧しております。皆様も多分危惧していらっしゃると思います。まあ、あのささやかな活動ですけれども、明日あのこの紙に書いてありますように、あの神宮通り公園というところはあのこのすぐ近くなんですよね、渋谷の。でそこであの一時集合でございます。でまたそこであの解散ということで、まあ、明日はこの表参道の通りをねあの1時間ぐらいパレードをして、ここにいる外国人に対してもね、あの私たち の, あの未来の天皇陛下のお誕生日をねあのアピールしていきたいと思いますので、まあ、今日の明日なので皆さんお忙しいからちょっと無理かもしれませんけど、もしご都合のつく方はあの一緒にパレードに参加していただければありがたいと思います。今日は本当に葛城会長ありがとうございました。